はい、どうもリッチです。今回ですね、クリフエンパイアやっていきましょう。さあ、前回最後の方で雷雨というのになりまして、火事がね、起きやすい季節みたいですね。で、食料も取りづらいので、貯蔵所に入れているもので備えることができると。一応備えてはあるわけですね。で、風力発電でやってますけど、太陽光はないのかな、両方の場所で足りてるんで大丈夫か。でもこの場合風量が上がるんで、このね場所で、前はそのこの量ではプラスじゃなかったんですけど、大幅に上回ってますね。そういう恩恵もあるんだね。なるほど。で、食料に関してはこれは持たないんじゃないかな。人増えますもんね。ここはね止まってて、この屋内農場に限っては動いてるわけですね。それが3個ちっちゃいのしかないんで、ちょっとここで作りますか。電気12で、電気あるから別にいいのか。若干これずれてんのかなるほど。ここかな。道もいらないと思うし、はい、ここ行きます。でもごまかしですよね、多分。こっちの方がその生産数じゃないか、消費数多いんで、作らないとやばいんですよね。最悪こっちから売るか。こっち3だよね。人口もね70しかいないんで、こっちが倍とちょっといるんでね、その差大きいでしょうね。お金ヘブンリーいっぱいあるんで、ちょっとこっちからねウランを取ったら売ろうかな。この期間で1個しかできないのか。なるほど。労働者不足もありますね。1回だけというか、普通に3以上なら売ろうか。なんか売りたいですね、あっちにね。こっちの特産がないんで。で、こっちは電気は作りやすいからバッテリーをねこっちに売っているんですが、今はめちゃくちゃ増えるんで大丈夫ですね。耐えましょうか。壊れた。雷雨の影響ですよね。2機壊れてますね。復活させて作りましょう。よし。あ、また壊れた。避雷針がねできてないんで、その影響ですね。こっちはできてるから多分壊れてないと思うんで大丈夫ですね。よし、そして空港を使いません、ね、取れます。飛来針が受けるから燃えるのか。で、こっち飛来針がないから燃えるんですね、違う場所が。飛来針大事ですね。オプションはお金がないんで156、食料ね152、大丈夫ですね。持ちますね。水もあるので、うん、大丈夫だね。よしよしよし。オベリスク行ってもいいんですよね。オベリスクでも遠いですよね。なんか違う交通網かな。このカメラ違いは？ああ。作業用かそうじゃないか的なことか。観光モード、一人称カメラ、やってみようかあ、すごいですね。ちょっと岩行けそうか。これがね初期の街ですね。あー、街の真ん中どこだっけね。この辺か。あ、ウランがあるよ。
あ、農場も中入れますね。すごいですね、こんなんがデフォルトでついてるんだ。お、はじめましていいね、ポータルね。78、こっちは116。あ、こっち攻撃ポータルでも結構稼いでますね。橋からもね、稼いで何か、あ、なんかウランかな。ウラン1個26と910、めちゃくちゃ取られましたね。でもオプシデンにお金流したいんで、なんか売りたいね。700、800まで行くには相当売らないといけないんですけど。燃え尽きてないか。飛来心がやばいですね飛来心だけで済んでるからいいけど。さあ製品もちょっと見ましょう。家具とエンジンで、あっちガジェットとエンジンだっけな。ガジェットとエンジンだよ。でそういうガジェットとかこう使って評判を上げるんで、ガジェットが5以上ならこっちに売ると。でこっち家具作ってるんで、家具が5以上なら売ると。1しかないな。生産が終わってるんでしょうね、速度がね。でもそうでもないかな。どうぞ。エンジン結構使うんで、まあ、両方の場所で作っていくわけですね。これあっちからガジェットが来て、ここ良くなると。でこっちからはね、家具が行かないですけど、行ったら良くなるというわけですね。医療ちょっとこっち低いな。作りますか。おお、ドローンが破壊されていきますね。医療か、何でしたっけ医療って。これですね。まずはね、市民の健康の監視時ですね。あー、医療大学もいいですね。まずはここからかな。よし、ここ使いましょう。Small construction completed. ドローン大丈夫かな。まあもう終わるんでね、いいですけど。どんどんドローンが壊れれば消火もできなくなりますからね。あ、そんなとこ燃えるんだ。飛来心範囲とかあんのかな。いや、ヘブンにめっちゃお金あるね食料大丈夫でしたね。ここも使ったのかな。16ですね。4で、ここが20。まあ、生産数的に大丈夫だったんだね。よしよし、オッケーオッケー。病院できて良くなりましたね、評判ね。まあ、基本的に大丈夫ですね。よし、もう停止してもいいでしょう。セッペリン観光目的で使用、またバッテリーエンジン、あ、作ろうか、セッペリン。よし、終わったないですけど、あれ、まあいいか、耐えたって意味かな。あ、終わった瞬間飛来心ができましたねさすが。止まってますね、 93%。よし、完成。ウラン1。さて、町に入植希望者のための生活場所の空きがありませんと。まあ、ちょっと食料とか見ていきたいんで、まあまだいいんじゃないかな。オプシデンでもね、社会的費用がプラスいいですね。
そんだけビジネスとかうまくいっていると。でツェッペリンができたら観光客が来るってことでいいのかな。そうなればホテルとかがいるはずですよね。家具がないぞ家具か、なんか切りますか。裁判所がね土をもたらしていて、前はねもう盗難に次ぐ盗難だったんで、これ消せないでしょ。いらないとすると、なんだろう、まあマーケットとかお金生み出すし、まあツェッペリン作ったの空港かな。人口を増やすか、小さな家かな、エコ住宅とか作ろうか。若干隙間ありますよね、こういうの気になるな。でウランがなかったんで、ここで予約呼べると思うんで、共同行きますかね。個人邸宅、何人これ、あ何人とかないな、1人かなら13人、今140で70半分なんで52増やそう。家どこ置こうかな、ここもったいないね。いちいちなんか置くか、公園とかそういう感じで置いてやりましょうか。こっちに自然がないんでね、ここでも畑にしたい感があるので、町の方に作りますか。こっかな。トレーディングプラットフォーム arrived。結構変わりますね、この視点とこの視点ね。こっちの方がガラフィックいいですね。さあドローンできたかな。 New task received。 11か、押した順じゃないんだね。さあウランをいくつか売るですね。前は失敗してお金と持ってかれたんで、1回だけ3で置いとけば、35か、1回だけ35、1回だけ35ね。普通にウラン鉱山置きましょう。有害ですね。自然環境どうですかね、マイナス的に。Large construction completed。美観ではないんですよね、自然環境は。あった、自然環境 92%。 これ上げるにはね、こういう公園系のもので環境よくすると。大型公園が一番効率いいですね。12でかいですね、結構でかいな。大きさは 4と半分かなですね。4と半分か。この辺かな。これとウランがいいですかね。結構の自然があるんですけどね畑とかは一応環境よくなるんで置けばね、よくなってですよね。あ、果樹園とかも上がるか。こういうのは上がらないですけどね、ブドウ園とかの電気使う系の農場はね。果樹園か、ブドウが欲しいんですけどね。実は自然でいうと多分もうないですもんね、他ね。都市系になるともう下がるだけなんで。公園が8でしょ。せめて公園作ろうか。よし、この公園でいいや。これを都市の真ん中らへんに置きたいね。こことかいいんじゃない、ここいいけど、ここと家とか置くか。よし、これ何パーがいいんでしょうね。100%のためにいいと思うんですけど、
下げると魅力が下がるんですよね。うん、ってことは、まあ、両方の場所でやった方がいいか。こっち 102% ですね。そうか、こういう農園もあるし、農園しかないか。まあそれで、ま、大丈夫だと。あと小さな公園が少しあるくらいだよね。ことかね。なるほど。現状悪くするものもそんなないか。こっちウランがないんでね。ウランはこっちから頼るしかなくて、今、35分の5ですね。で1回だけウルで徐々に減ってってはいるんで、押せないか。これです、これ。取れてるとはいえ間に合わないんで、作ります。裏の方に置きますか。ここにします。住宅はみかんだけか。ゼッペリンできましたかね。そういえば、あ、止まってますね。5個まで持てるんだ。止めとこう。これ観光客呼ぶための建物とか作れば来るのかな。観光客ホテルとかに泊まったりするらしいし、あとはこの歴史的な都市区画で、来客が来るというわけですね。ビジネスなんか稼ぎ方あるかな、観光客からの。あればそこからね稼ぎたいけど、ホテルとホテルだけかな。娯楽施設とかも関係あるかな。観光客の何かっていうのがないと意味ないんだよね。で観光客のはここですね、右下にあって、飛行船か。他の都市にも飛行船が必要ね。ここもゼッペリンかな。よし、どうかな。1か、上げた場合自然環境マイナス10、ここですね、つきますね。で左のやつは消費電力とか職場増えるけど教育が上がると、教育系のアップグレードがあると。で真ん中が消費電力増えるけど自然環境が良くなるので環境にいいアップグレードね。こういうミッションがあるとそこでやらないといけないんで、どうしてもそっちになっちゃうかな。裏一回買ってみる。買って売るみたいな、できるかな。4分じゃ絶対無理ですよね。今日中でしょ、間に合うかな。こっち一回消しましょうか。結構流れたと思いますね。よし、14もあるんでしばらくは新しい人が来ても大丈夫でしょう。まだ増やせるけど、あと一応20人か。なんか人口の増え方が普通じゃないね。26だと150いかないくらいか。まあ1個この大きさでいいかな。ですね、これエコーの横に作ると。あら、無理でしたね。さすがにすぐできないか。でまた来ると思うんで、その時までに貯めときましょう。嵐とかあって生産がね追いつかなかったんで、もうちょっとやっぱ人も呼んでかな。あ、盗難ちょっと治安悪いですね。で自然結構下がっちゃったんで、ここどっか置けないかな。こことか置けないかな。公園さすがにちっちゃすぎるか。こっちの庭園だと美観でしかないんで公園が必要なんですよね。あんまりなんか置きまくりたくはないな。置きますけど、こことかちょっと良くないね。
Tiny construction completed. なんか Tiny construction 悪くないかもしれないけど意味が分かんないね。よし、払いますか、罰金。道も拡張したいね。ちゃんとこうやってやれば変わるんで、こうとかつなげれなくはないか。でもなんか道の周りに置けるものがないんでね、もう酸素質とかやってみようかな。医療がプラスになるので体にいいんだよね。置いてみます。そして見ましょう。ここかな、ここちょっといろんなね、公的なもの、権威的なものが集まってる都市の主要ターミナルですよ。あ、来た、酸素室。ここ全体が健康にいいわけですね。これでちょっと上がったのかな。まあ、人口が違うから、あれか、基礎の求める値が違うのか。でこっち美観悪いですね。ゼッペにも進んでました。とりあえずね、今回ここにしましょう。まだチュートリアルあるかな。あの嵐とか多分ムービーがあったから続きですよね。ちょっとオベリスクもね、次回やりたいと思います。まあ、2つの町がちゃんと動いてないことにはやれなかったので、まあ、今なら多分動かしても大丈夫ですね。ヘブンリーからお金貸せるし、制約ね、大丈夫ですね。あとはこっちどうするかですね。もうちょっとやっぱ特色を出していきたいですね。せっかく3つあるので、ヘブンリーは今電気と、まあ、各種農作物ですね。ビジネスとかあんまやってないですし、観光もやってないんで、まあ、自然と電気やっているんで。オベリスクどうしようかな。オベリスクは一応水が取れる、ウランもあると、でマッターもある。土壌はどうですかね。良いのかな。 100%44%。 あ、やっぱヘブンリー土壌も良くてなんかすごいね、やっぱ自然がいいと。ウランがあって、だからオプシディアンの水バージョンみたいな場所ですね。地下水汲み上げて売るっていうことも別にしないんで、まあ、ちょっと待ってね、待っておりますか。そんな使うのかな。25以上で売るようにしますか。ちょっとオベリスクをまあ作りながら考えますかね。まあ、1から作り上げていくか、もう持ってきて作るか、どっちかですね。まあ、やっていきます。